ちょ待って、ちょ待って、ちょ待って。あ、死にすぎじゃね。あの辺の崖はまた登っていくってことかな。よし、向かっていこう。なんもおらんか。もうなんか目的が仮ゲームみたいになってきよる、私。え、なに？待って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 、怖い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 。始まりの岩ロック始まらなくていいです。始まらなくていいので、助けて。うわ、なんか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 。待って、助けて助けて助けて。終わった？始まりの岩ロック終わった？ふぅー。なんだあれは。恐ろしい。調子に乗ったな、私。調子に乗ってたらああいうことになるんだね。じゃ、この辺から上がっていこう。ふぅー。なんかすっごい恐ろしいものが始まるところやった。ねえ。すっごい恐ろしいものが始まるとこやった。なんなんあれ。言ってよ、誰か。え、てか、おじいさん、あの辺で狩りしよったけど大丈夫？始まるよ、岩ロック。岩ロックとかどっちも岩やないかい。これ大丈夫かな？足場ちゃんとたどり着ける？あー、たどり着けずに落ちそうじゃね、これ。え、もっと近くに足場ないの？これ確実に。ですよね。あ、ここで休めるやん。はい。は、てや、と。え、どうやるんだ、これは。違う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 。武器を抜くんじゃないよ。あ、上がれないんですけど。こっちからですか？いや、違うぞ。ああ、降りた、降りた。あ、あっちから登れるのか？違う、違う、違う。こっちからか。だね。もうちょっと地道に地道に行かんと、落ちるよ。途中で。ああ、夜になってきた。なんかこういうさ、森の中で夜になったりとかしたら、途中で止まっても回復はせんのやな。え、待って。こっちだよ、こっち。こういうさ、森の中で夜になったりとかしたら恐ろしいよね。なんかすごい怖い敵とか出てきそうじゃない？あ、横移動やったらそんなに体力消耗せん。へぇー。細かいね、なんか。ちょっと新発見した。横移動はあんまり体力を消費しない。上に移動するときには体力を消耗する。ふんふん、なるほどね。次に目指すはどこだ？なんか次に目指す。わからねえ。とりあえず出発。次に目指すところなくないか？遠くないか？目指すの。一旦あっちに行った方がいいんかな？今度は。多分地道に行かんとさ、早く行こうと思って上に上に移動していきよったら、速攻で落ちて、チャラーンってことになりそう。そんな音楽じゃなかったと思うけど。ね。はい、とりあえずこっちに。次は、ちょっとずつちょっとずつ上がっていくぞ。どう？着いた？ふう、着いた着いた。違う違う。あー、待って待って、私のハイラルだけ。いや、投げ払ってしまったんだけど、なんてことするんだよ。ああ、最悪。次はあっちか。よし。違う、違う。違うというのに。さあ、上がるぞ。次は、この右側ね。右上、右上。あ、違う。このすぐ上かな。次行くの。あっち側に、あっち側に一応あるけど、ここ上上がれる？あ、たどり着く。足場じゃないな。足場じゃないな。あっちの明るいとこに出ようか。
うん、オッケーオッケー。ちょっとリンク頑張って。ここ若干段差あるけど、いける？あ、段差とかは全然気にならんのよね。オッケーオッケー、いい感じよ。あ、体力がつきそう。こんなところで体力つきたらちょっと、おしまいよ。耐えて耐えて耐えて、お願い。すっごい。はぁ！あー、なんてことを。ゲームオーバー。どこからこれ？え、どこからこれ？直前にセーブされた状態？どこだ？ここは一体？あ、ここ？ここ？待って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 。待って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 。始まりの岩ロックだ。マジかよ、ここかよ。無理だって無理だって。ちょ、待って。いや、ちょっと待って、ボコブリン、ボコブリン。ここなの。あー、びっくりした。直前のセーブそこっすか。超焦るんだけど、あ、こっちから登れるんじゃないの？っていう、なんか簡単な道を見出すやつ。別のとこに登るんかな？いや、でもそれでもいいよ。それでも良くないけど。それでも良くないけど。え、一応これでさ、近くまで行けるんなら。よし。これでちょっとでも上に登れるんならこっちの方が良くない？え、何？実は登山超簡単な感じ。もう一気にここまで登ってきたんだけど。え？あ、ハイラル層がいっぱい。なんかオートセーブやけんさ、一体どこまで戻されるんかめっちゃドキドキしたんやけど。あ、これ落とせるってことは下に何かしら、おるってことかしら。何あれ？え、あれ何？なんか巨大な穴開いてない？ボコブリンの巣？怖っ。怖っ。とりあえずちょっとそれは置いといて。置いといて。この辺の岩始まったりせんよね。この辺の岩何か始まらないだろうね。大丈夫？大丈夫なら行くけど、私。この辺の上なんよね。この辺なら、この辺なら途中休憩なしでも登れるかな？いや、危険か？いや、いけるか？あ、この辺で一旦休憩できるか。とりあえずなんか微妙に、出っ張りがあるけどどう？登れる？ここ。あー、そのまんまはちょっとやっぱり難しいっぽいね。ん？何？いや、このまま行くしかないのかもしや。あー、耐えてくれ。登りきれる？あー、でもここの場合は体力はまあ大丈夫なんか。ごめんね。あ、あそこに。何あれ？上になんかあるよね、あれ。ん？あれは一体？この辺さ、途中で休憩できる岩なくない？どうやって進んでいくべきか。とりあえずこの物体が気になるんやけど。あ、ここは、真ん中になんか、間に隙間が空いているのね。なんかここ、バツ印あるんやけど、何あのバツ印。バツ印。言えてね。あのバツ印なんやろ？気になるけど。でも、とりあえず目指すべきは、祠よね。ほらほら、なんかあるよ。これって磁石で動かせるやつ？ちょ、見えねえから。何この真ん中の、持つ。あ、ここにはめ込めるんじゃない？ちょ、待って。え、違う違う。ここに。何？あ、なんか現れた。あ、コログの妖精ってこれ？うわ、見つかった。あれ？ボックリンかと思ってびっくりしちゃったよ。ボックリンって何？
君、僕が見えるの？僕はコログ、森の妖精さ。あ、そうだ。ぼっくりに会ったらこれ返しといて。コログの実、コログがくれた小さな実、集めたらいいことありそう。ちょっと匂う、匂うんかい。あ、そうそう。僕の仲間はいろんなところに隠れているよ。怪しいところがあったら探してみてね。了解。何君、いつまでもそこにいるの？またねー。またねー。はぁ、またねー。この上に上がっ、ちょちょちょい。上に上がりたい。とりあえず目指すべきは、この上なんだけど、あっち、あっち側に休憩できる場所があるんかな？ちょっと待ってね。はい。この辺、この辺をちょっと上がっていって、いや、休憩できそうな感じはないか。無理か。でもこの辺さ、途中休憩できんかったら絶対無理じゃない？頑張りゲージっていうのをアップさせるしかないってことかな。ここまでやったら大丈夫なんか。あそこ、あそこ出っ張っとんか。あ、やべえ。やべえ、落ちた。やべえ、落ちた。これまた始まるの？始まるよね、きっと。あ、ここだ。はぁ、よかった。君が現れてくれて助かってよ、コログの妖精。ふぅ。この子がおらんかったらまた始まるところやったよね。この子がおらんかったらまた始まるところやったよね。岩ロックとやら。そうよ、ここの間があるっていうことを忘れとったよね。危険、危険。この辺からなら大丈夫かな。はい。ふぅ。ほんで？どこが、あ、あっちか。あっちが、いや、休憩じゃないぞ、あれは。この辺はもう、一気に上がっていかんといかんってこと？厳しくね？普通に厳しくね？いや、ここまで来れたことはまあ良かったけど、あの辺、あの辺、あっこからやったら登れるか。そうか、こういうものを巧みに使っていかねばならんわけね。なるほど、なるほど。ほらほら、これで、ここまでは、上がれると。んで、その次、次、ここ、ここも大丈夫やろ？このぐらいの距離ならいける。なるほど、なんか頑張りゲージを上昇させるな、なんちゃらかんちゃらみたいなのあったけど、それがない限りはこういう風に工夫をして上がっていかねばならんのね。よし、ここまで来たぞ。ここまで来たぞ。あれは何？あの辺もなんか。なんかさ、どん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 見かけるボコブリンの集落がパワーアップしてるんですが。何今の音。鳥？鳥が旅立ったの？あの辺にもなんか矢倉が立っとんよね。あ、ほらほら、いっぱい。いっぱいおるよ。これで、ちょ、待ってね。服を着替えなければ。服。はい、防寒具。装備。これ本当にあったかいのか？あっち側に渡っていかんといかんのか。そうか、そうか。で、あの橋を渡るって？全然普通に寒そうなんだけど大丈夫？いけるの？まあ大丈夫なんか。防寒着やもんね。よし、ここを渡って。あれかな？ボコブリンたちは大丈夫なの？待って待って待って。あ、ゲームオーバーなんてこと。泳げないのか。急流だな、すげえ。え？どこ？あ、ここか。なんでこんなとこから？コログの妖精のとこからじゃないの？
何その微妙な感じ。なんかよくわからんけど。とりあえず、よいしょ。さあ、行くよ。とりあえず上まで簡単に行けるということは分かった。次はあっちにどうやって渡っていくのかだな。なんか木とか渡して行くのが一番いいんじゃないの。まあ、木があるんかどうか分からんけど。防寒着は着てる？着てない？着てないな。そっか、さっきのあっこからやけん着てないんか。はい、防寒着装備。防寒着じゃない。防寒着装備はいいんやけど。さあ、どうやってあっこへ行く？もう、フックショットみたいなのが欲しいよ。フックショットが欲しいよ。めっちゃ流れ早そう。やっぱり木を倒したりとかっていうのが一番？あの辺の木はでも倒せそうにないよね。やっぱりあの橋から行くしかないんじゃないの？違うの？でもあの橋って言っても。ほら、やっぱりなんか、あの橋しかないのか。周りになんか使えそうなものはないのかい？使えそうな、なんかあの辺動き出しそう。っていう、またあの、またあのトラウマ的なあれが。この辺の岩とかさ、いや、さすがにこの辺は磁石でくっつかんか。違う、間違えたよ、ちょっと。違う。あ、これだ！ちょ、待ってね、こいつ。ほらー。マグネキャッチ。ちょっと待って。よし。マグ。よし、いける。あ、落ちた。ちょ待って。あー。せっかく思いついたのに。死にすぎじゃね？さあ来た、たどり着いたよ。ってことで、マグネキャッチ。てや。方向が。方向をさあ、きっちりと。していただきたいのだけど、これ方向変えれないの？ちょっとあの持つ方向かな。こっちから持てばいいってことかな。ああ危ない。危ない本当に。この縦の方向じゃないじゃないかこれ。ちょい待ってね。なんかリンク顔真っ赤。熱出とるみたい。ね。こういう、こうか？いける？あ。あ、設置できてない。設置できてないよ、微妙に。こうかな？いや、違う。もうちょっと。こう？え、これいけるの？あ、うん、いけるか。あ、いける。ふぅ。で、この辺バキバキとかいきそうよね。大丈夫か。そこまで意地悪じゃないか。で、あとはもうここを駆け抜けていけばいいんかな。まだこれ崖登るの？もしや。やだよー。敵は出てくるんかな。あ、でもこの辺は登るの簡単かな？ね、ちょっとした山道な感じか。崖というよりは。あ、ほら、いける。こういう普通の道にはあんまり敵出てこんのやね。もう日が暮れてきたけんさ、またあの骸骨ボコブリみたいなのが出てくるんじゃないかと思ってるんだけど。あ、もうたどり着くんじゃないこれ。あ、危ない。崖やった。
めっちゃガキやった。あ、この上もしや。あ、この上かな。こっちの方じゃない、この上やね。なるほど、いける？よいしょ、よいしょ。あ、このまんま。こっち側かな？こっち側にちょっと一旦、行こう。あっこやったら多分、一旦休憩できるよ。足場の代わりになるよ。ふぅ。はい、回復。トゥミン家の祠。もうこんなところから。お！いやー、たどり着いたー。トゥミン家の祠やってめっちゃギリ、めっちゃ崖ギリギリにあるね。ん？何あれ？あれ何？撃てないのか。宝箱かと思ったけど違うってことやね。ほい、じゃあ中に入ります。あー長かった。まあ、最後やけんそんなに楽じゃないか。トゥミン家の祠、最後は何やろうね、試練。さらに便利な何かがあるんかな。はい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は、概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。まったねー。